音が出ないぞ。デルズベットとして今後の予定ってどんな予定になっているのか教えてください。デルズベットはね、8月に思春期のパート2の方の残りの方の3曲のレコーディングに入って、で9月の13日名古屋、14日大阪、次の週東京オンエア、渋谷のオンエアで3カ所透明版のライブやる。それでその後10月に2が出たら、今度はもうちょっと大々的に全国ツアーしようかなと。今年いっぱいのスケジュールがなぜかもう決まってしまって、スケジュール決まると早いんで1年が経つのが、知らないうちに29になってしまった7月6日誕生日おめでとう。めでたいのかな、めでたいよな、きっと。父親よりお兄さんになってしまった僕らちょっと怖かったんですけど、イメージ的に、はいはい、あんまり突っ込んじゃダメなんじゃないかって。そうそしたらね、優しいから、まあ呼んだらじゃあ出てきてくださいねって言ったら、じゃあにゃーって出てくるからねってそれでにゃーって、今もにゃーって出てきたんですよもう一回にゃーをいただいても。皆さん聞いてください、はい、にゃーめっちゃ嬉しい、ありがたい、ありがとうございます。2回もにゃーいただいたからね。これ当然最後のセッションでも、はい、あれですよ、テンション上げてまた出てきてくださいねにゃーで、はい、にゃーかわいい。いやもう本当ありがとうございました。ISSAYさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ皆さん引き続き楽しんでください。はい、楽しんでください。はい、チェンザロック、はい、2日目ももう盛り上がっております。いやすごい盛り上がりでございます、ね。で、まあ、見ていただいたと思うんですが、はい、なんとステージにもう一度登場していただきました、うん、デルジベット ISSAYさん、ISSAYです。いやー出ました出ました、ありがとうございます。ダメじゃない、ダメよね、うん、ああいう風に。 ISSAY くんの次に来世でなりたい動物は一体何でしょう。1犬2猫3怠け者これは難しいじゃない。そうかな、うん、僕猫はいいな。あれ怠け者だって言ってたじゃんこの間話が違うわよそれ。いや怠け者ってあれあれで大変らしいってことが最近分かったの。音楽から離れたいっていう、音楽っていうか音楽は好きだから、うん、だからシャンソンとかは聞くんだけど、ロックは全然聞かなくなっちゃう。そういう感じなんですか、うん、シャンソン聞いたりとか、うん、なんか他にあとは家で飲酒してる。飲酒あーね、ずっと一人ですか。そうそう、これでもあれですか、例えばそういういわゆるそのインターネットでの生番組というのは、はいはい、ご経験というのは。ご経験はありますが、ご経験はあるそうなんですけれどもまあ、まあ、今日こういった形でお話しさせていただいたんですが、いや緊張しますね確かに。まあ、私も本業、司会とか本業ではないので、はい、普段は原稿とか書いてる立場なので人前で喋るってことがまずあまりないものですから本当に拙なくて申し訳ございませんでした。いや助かりました。いやいやいや、僕一人でやるって言われたらどうしようかと思って泣きそうになってた。本当ですか。ちょまず全国7カ所で、ライブがございます。デルジベットライブツアーということで、ホモディメンズというタイトルがついておりますが、やはり中心となるのは今回の LP の曲。そう。もうバッキンバッキンにして、なるほど、うん、台風でリハを飛ばしながらも、そう全然台風明日来るからリハ飛ばそうとか言ったら、とか言ったらピーカーになっちゃったっていう、やたら晴れちゃって当たり前で、突然進路早めたんですから、ね、やっぱ嵐の中でもリハに行ってほしかったな。 いつもの南麻布スタジオへいざそこだったら搬入口は屋根あるし、そうだけどさ、屋根行くのがさめんどくさいし、またそういうレイジーいっちゃん、うん、歌は歌いたいんだけどね、迷うわけね。いや歌は歌いたいんだけど、そこ行くまでがめんどくさい
というレイジーな、今2曲去年の11月に出た新プロの中からアッパークイーンとこの屋台をやりました。懐かしい曲もやるんで楽しんでてね。こういう場は飲んだくれて楽しむのが一番ですんで、お店儲けさせてあげて。メンバー紹介しようかな、久々だから。ドラムス、まゆみ。ベース、はる。キーボード、中抜けした真人。ギター、ヒカル。イエーイ、アイス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 。ボーカル、いっちゃん。すごい際どいステージをさせていただきましたけれど、なんか楽しかったよね。緊張感がすごくいいテンションが張ってる。そこでもって絡めるっていうのは、ものすごく楽しい。それに敦史くんがこう目で誘うんですよね。動きをもう全然動きとか打ち合わせないから、もうお互いどういう風に動いてくるかっていうのに合わせるしかないから、お互いこう目で合図しながら行くわよって感じで。多分ね、年に1回か2回しかお互い電話しないんで、もうちょっとまめに連絡を取ってお酒でも飲みましょう、ね、でその時になんかいろいろと音楽の話的があったら、また違うところで一緒にやるのもいいんじゃないかと思うんで、遊んでください。一斉でした。じわじわと汗が出てくる。体育会系か俺たち。今から忘年会しかできない。忘年会やります。やるか。やる。あ、分かった。じゃあそのうちネットで発表します。ごくごく少数の忘年会、飲み会をメインにして。飲み会です。もう電気楽器使えません。音出なくなるの嫌だから。それじゃあ、7月に出たロマノイド2の中の曲です。私のどうもありがとう。この間横浜でも言いましたが、今アルバムの制作しています。新曲もあり、古い曲のセルフカバーもありの面白いアルバムになると思います。楽しみにしてて、秋の終わりか冬の頭ぐらいに出せたらなと思ってます。すごくいい加減な物言いですいません。頑張ります。よし。メンバーを紹介します。ムーン。ドラムス、梅ちゃん。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。カニ座コンビです。そしてベース、中西ちゃん。来週はアレルギーでご一緒しますね。よろしくお願いします。勉強させてもらいます。ギター、ヒカルちゃん。ボーカル、ボクちゃん。イッセちゃん。これよ。
読めない。ダバった。どうもありがとう。今日は2部構成で、お送りしようと思っているんですが、第1部の最後の曲になってしまいました。次の曲終わったら15分の休憩を挟んで第2部が始まりますんで、その間にトイレに大至急行く人は行ってください。今日はあの15分きっかりで始めます、うん、あのトイレ渋滞してても始めます。それと東京30分ぐらい待たされました、うん、私すごかったんだよね。すいません、トイレ渋滞です。それ終わったら今度 バーカウンター渋滞です。まあバーカウンター行ってガンガン頼んでよ。ボンジュー、ISSAYです。デルジベットのボーカルです。デルジベットのギターのヒカルです。ボンジュご覧ISSAYです。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。本当にものすごい久しぶり。伯爵、ご無沙汰しております。さっきそういえばあのあれですよね、伯爵、うん、と呼ばれたきっかけの話なんかしたんですけども、うん、まあ、この番組、うん、飲んでる時の俺とISSAYさんみたいな感じでいいので、うん、飲んでる時の君と僕だとさ、あの話がめちゃくちゃになるじゃん、いつも。それを多分見たい見たことない人が多いじゃないですか。そういう ISSAY あの会話として成立しなくなるってば。いや、あのね、それは僕は B 型だからでしょ、うん、なんか君が B 型だしね。あの、まあ、ISSAYさんもその場にいたんですけど、ある飲み屋でね、あれ 青山の飲み屋かな、いやに14、5人で行ったんですよね、うん、その時に14、5人のうち11人が B 型だった。最終的にISSAYさんが僕 B 型大嫌いって言って、大嫌いだよね、好きじゃないって言ってね。そうですよ。そこでだったらあの X ジャパン GS だと前回出たとこにちょっとあのフルーズネット出たときにあの喋れない。お疲れのところすいません。リクエストもらったりしてだから再結成後の曲を中心にやってみようという、一部はあっという間に終わってしまったんでじっくり行きましょうか。飲んでる？いいな。水でやんの。さぞ美味しいことでしょうよ。偉いね。飲まないで偉い。大変なんだよアコギってよ。特にデルジュの曲アコギでやるってすげえ大変だよ。そうだ。あ、俺か。はいよ。どうもありがとう。しんみり。でもないか。そうだ。はるちゃん、あさって誕生日。何もないがな。何も用意してないがな。今日は美味しい酒飲もうね。ちょっと待ってね。今日は美味しい酒飲もうね。ちょっと待ってね。一言。こんにちは。おめでとう、はい。ありがとうございます。いいよね。そうよ。します恋。まあそんなわけで実はここでISSAY君からプレゼントがあります。はい、まあ、今回の、ホモデメンズのですねカラーパンフレットだね。うん。メンバー全員のサインが入ってます。これ一般には出ないやつだから。あらま。あの貴重ですわ、ね。この業界の中の宣伝用のやつだったからこれ貴重ですよ。はい、写真も綺麗だし、写真綺麗だよ、もちろんジャケットはヌードですし、そうですわよね。 そしてもう一つ、その話題の大変苦労して撮られたという、うん、このお写真がドドンとでかくなったポスター、うん、これもISSAYのサインを後で書いて、うん、
各。じゃあ1名様差し上げたいと思いますので、番組の最後に宛先が出ます、それまで見といてください、まあ、そんなわけで今年はなんかお互いに割とこうね、スタンスを取りつつの、うん、そういう感じでしたけど、そうだね、うん、遊ぼうよ、我々の付き合いもあとあと1、2年じゃない、あと1、2年で10年10周年を迎えます怖いよやだわ、お互いにもうこんな年になっちゃってとか言って、でも全然変わってないじゃん、そうね、以前もそうよ ね19と20歳でデビュー前に出会った2人 が、またこうしてずっとヤクザな世界にいるというのもこれもまた一興ですね。まあ、ゆくゆくはさくらと一郎のようなデュエットもやってみましょうか。50ぐらいまでになってやっていたらいいかもしれない。いいね、うん、一回マジに考えたんだよね。考えたよね、いやデュエットしてみようか企画もね、みんななんかさくらと一郎とかいろいろ言われてね、ちょっと一斉&チーボーとかなんかいろいろなんか芸名まで考えてそう考えてもらったのにね、結局なんか冗談で、うん、終わっちゃったね。そうエディとペンギンっていう謎のあれもありましたけど、ね、企画ものもまあそんなバカなことはいつも私たちは考えてるわけです。まあたまには全部 B 型のせいにされるからあーなんか居心地悪かったと思うよ後期B 型の気持ち分かるな何しみじみ本当に分かるな、まみさんの気持ち分かるなで、あの再結成したからは、うん、あのキーボードの真人も戻ってきたんで、真人さんは B あ、B2 人だったのね、だったらなんとかなる、あんなに一生懸命リハやったのにね、うん、頑張ったのにね頑張ってるだろそんなことで評価されると思うなよおいちゃん情けなかどうもありがとう。2部が始まりました。今日はさっき言い忘れてたんだけど、ユーストリームって言うんですか、ヒカルさん。はい、そうですユーストリームです。あのカメラで撮っていただいて、インターネットで生で見ていただいていると思います。はい、結成してから35、6年は経ってますけど、あ、もうちょっとかな、経ってるけど、その間ブランクもあったので、そんなに年取ってないですそれはどうもありがとう。今日後ろで物販やってるって全然言うの忘れてた。なんかいろいろ売ってて、いろいろ頭がもうあの脳みそのシワがなくなってきちゃってまだ若いのにね CD あとポスター、今日年内発売するの今日しかないよね、カレンダーが。ところがちょっとこちらのミスで、あの日にちが足んない月があります来年はどういう年になるんでしょうだからちょっと安くしといたんで買ってください不良品売りますあのデザインはすごくいいんで、あの日付の入ったポストカードです日付足らんがな、それじゃ楽しかった時間もあっという間に過ぎてしまいます。で、原島さんが今度やるときヒカルもギター弾いてくれよってことになったんで、今回ヒカルも参加します。ありがとうございますました。本当にありがとうございます。楽しかったよね。ダイエットしたい方は個人的にご教授いたします。ご教授するの？いや、しません。そうだよ。楽しかったです。またライブ遊び来てください。です。どうもありがとう。ここでお知らせがあります、今月2月22日ヒカル誕生日です恥ずかしい。そして今日あのサポートで入ってくれてるバイオリンのジュリちゃんも17日だったっけ、誕生日、来週誕生日。水亀とローザ
そんな少ない経費で、ありがとう。なんかちょっと本数は端折ってるけど十分だと思いますこれで。じゃあ光代表でこの2人で行く。おめでとう。おめでとう。今は嬉しいです。今は嬉しい。ありがとう。すぐありがとう。でも現実に戻るとちょっと厳しいものがあります。もう大丈夫です。まあまあまあ。そっか、そんなサプライズは苦手なんだな。そうだね、やったことなかったね。今まで長い付き合いなのに。ヒカルが照れてます。俺ステージの上で照れたヒカル初めて見た。ちょっと嬉しかったな。デルジベットのボーカルの ISSAY です。ギターのヒカルです。子供の頃に戻りたいかな。あんまりいい思い出がないんで戻りたくはないですが、そうですね、夏祭りに行ってみたいな、花火を見にぐらいかな。うん、楽しいだろうね。そうですね、俺もできれば戻りたくないですが、スカートめくりでもしたいですね。以上です。以上です。レボレボでした。フロムデルジベットから一世でカー。今年は、はい、一発目、そう、初めてステージに立ちました。もうこんな光栄なステージありがとうございます。こちらこそ呼んでいただけて嬉しいです。もう元気な姿を。元気でしたか。いつまで元気だかわからん。そんなこと言わずに。そうですか。いや、もう今日はもうせっかくのこの舞台なので、デルジベットさんの曲を一緒に、はい、やらさせていただきたいんですけど。盛り上がりましょうよ。大丈夫ですか皆様。きっといいことも悪いことも含めてすごく刺激的なことが待ってると思うので、ひたすら楽しんでみてください。たまにはライブに来なさい。ライブ来てね。デルジベットでした。本当にあんまりうるさくない。最初ここ叩かれて。であれでしょ、あのメカちゃんだとこう待てろ待てろ、これこれこうしちゃった、これこうしちゃった。知らねえよっていうか、もうしんでいただけてますでしょうか。やっぱりライブは楽しい。僕は、皆さんは。いや、こんなご時世ですんでね、なかなか声とか出せませんので、拍手だけが唯一の。ありがとうございます。パンパン、まあまあ、ついてきますのでよろしくお願いします。ついてこい。いえ。